表された物語の背後にある真意、この辺りからスサノオノミコトの新たな人生が始まったのではないか。九頭竜川を守っているのは九頭竜神というんですね。我が国において独自の製鉄技術を暴れる火を吐くような竜神がものすごい勢いで下流に向かって流れて、競い合った腰の国と出雲の国の受け身として娘を差し出した可能性もあるし、推定されるスサノオが生きてた時代は今から3600年の昔。